目の前の仕事をひたすらこなしているけど終わりが見えない。こんにちは。ビジネスマンの悩みにお答えする書籍をご紹介するチャンネル気づき書店へようこそ。月に30冊以上本を読んでいる店主の与那覇です。本日ご紹介する本はこちら、イシューから始めよ、知的生産のシンプルな本質です。どんな方におすすめかと言いますと、目の前にある仕事をひたすらこなしているけど終わりが見えないと悩んでいる方にぜひ読んでいただきたい一冊です。本書のご紹介をする前に、僕がこの本に出会ったきっかけからお話しすると、2年前 IT ベンチャー企業に転職したばかりの僕の思考は、何も考えずに質より量を重視する、目の前にある仕事をただひたすらこなす、考えるのは時間の無駄というものでした。つまり仕事の優先順位を考えずに全てのことに体当たりで取り組んでいました。当然時間は足りなくなり、めっちゃ忙しいのに振り返ったら何も残っていない、全部に全力を注いでいるようで現実は全部中途半端になり結果は出ていませんでした。本書の言葉を借りると、バリュー、価値が出せる仕事は何かという視点が壊滅的に欠落していました。そんな時に職場にいたロジカルシンキングの神様みたいな人から教えてもらったのが、本日ご紹介するイシューから始めようです。著者はアタカカズトさん。外資系コンサルタント会社マッキンゼを経て、現在はヤフーの CSO や慶応義塾 SFC の教授を務めています。気づき書店をご覧いただいている方は、イシューという言葉の意味をすでにご存知かもしれませんが、念のためイシューの定義をお伝えします。イシューとは、今本当に答えを出すべき問題であり、かつ答えを出せる問題のことです。例えば解かなければいけない問題が100個あったとしても、今本当に答えを出すべき問題は2つか3つしかありません。さらにその中で今すぐに答えを出すべき問題はその半数程度になります。つまり今本当に答えを出すべき問題であり、かつ答えを出せる問題イコールイシューは、僕たちが問題だと思っていることの全体の 1% に過ぎません。何も考えずに質より量を大事にして目の前の仕事をひたすらこなしている状態は、イシューを明確に捉えることができていません。目標を達成するために目の前に100個仕事があった、あるように見えたけど、実は100個のうちの1つを解決するだけで目標が達成できた、みたいなことが生産性の低い職場では溢れています。100個の問題を解いて、目標達成するぞ、やってやるぞ、うおーと威勢だけ良くても体力勝負になってしまい、結局全部中途半端で終わってしまうんですよね。アタカさんは本書の中で、フラフラになるまで仕事をしても自己満足に過ぎないと言っています。では本当に今答えを出す価値のある問題をどうやって見極めたら良いのでしょうか。それは問題をイシュー度と解の質の二軸に当てはめて考えることです。イシュー度を横軸、解の質を縦軸としたマトリックスを描いたときに、一番右上に来るのがバリュー、価値のある仕事になります。本書では一心不乱に大量の仕事をしてマトリックスの上に行き、左回りで右上に到達しようとするアプローチを犬の道と言っています。この犬の道に入り込むと、永遠にバリューのある仕事は生み出されません。実はアタカさん自身も昔は勤めていた会社で毎日大量の分析をし、数ヶ月のプロジェクト期間で500枚ほどのチャートを書いたそうですが、結局最終報告に入ったのは5枚だけだったそうです。最終的なアウトプットに結びついた率は 1% になります。イシュー度と解の質の軸が 1% 程度の成功率だったら、それが合致する確率は 0.01%、 つまり1万回に1回程度しかまともな仕事は生まれないという計算になります。僕は1万回ダメでも1万1回目は何か起こるかもしれないから、そっちの方がかっこよくないかなと思うタイプでしたが、クライアントやお客様が求めているのは、僕がかっこよくなることではなく結果を出すことなんです。もし仮に1万回やって結果が出たとしても、1万回やるやり方でしか部下に仕事を教えることができなくなってしまいます。つまり犬の道を歩き続ける限り、チームを率いるリーダーにはなれません。とりあえず死ぬまで働いてから物を言えといった思想は、このイシューから始める世界では不要であり害悪です。正しい問題に集中した正しい訓練が成長に向けた鍵となるんです。この考え方と出会ってから、目の前にある仕事をただひたすらこなすのではなく、目的は何か、得たい成果にたどり着くためには何を捨てるのか、というような考え方をするようになりました。僕自身まだまだ完璧ではありません。ただ1年前よりは見えている世界が変わったと心の底から感じています。いつも大量の仕事をこなしているけど、結果が出ていない方は、今からご紹介する5つを合言葉にしてみてください。問題を解くより問題を見極める、解の質を上げるよりイシューの質を上げる、知れば知るほど知恵が湧くより知りすぎるとバカになる、一つのことを早くやるよりやることを削る、数字の桁数にこだわるより答えが出せるかにこだわる。大切なことは、目の前の問題だと思うことが本当に問題なのかを冷静に見極めることです。正しい問題に集中して正しい訓練をしないと結果は出ません。仕事の生産性を上げたい方、僕と一緒にイシューから始めましょう。ご来店ありがとうございました。
気づく書店ではビジネスマンの悩みにお答えするおすすめの書籍をご紹介しています。仕事の悩みを解決したい、スキルアップして社会に貢献したいと考えている方はぜひまたご来店ください。